DPP4 の使い方4回目、今回はチェックマークをつけてフィルターでソートしています。前回と同じ5月5日のフォルダーからチェックします。写真が11枚届きましたのでフォルダーは仕分けします。ここで左上のクイックチェックのクイックチェック、これをクリックします。前回解説した通り1番目の画像が出てきますので、右側の送りボタンで画像を見ながら右の 1,2,3,4,5 というチェックをつけていきます。まず1枚目1番チェックつけます。送ります。パスしてこれも1番チェック入れます。このようにして自分が気に入った画像にチェックをどんどんつけていきます。まず1番だけ、なんか気に留まった画像があればこれをチェックしていきます。はい、これで最後まで来ましたので、これでクイックチェックから抜け出します。左上の戻るボタンを押します。戻るボタンを押します。するとサムネイルのところにチェックをつけたところが1番というふうにこういうふうに載ってます。次に左上のフィルターボタンをオンにします。これのフィルターマーク1番というのをクリックします。すると今選んだ1番だけがソートされてここに画面上に出てきます。これを全てにまた選んでみますと画像が全部出てきて、チェックマークなしとなりますけど、これチェックマークなしにするとチェックをつけなかった画像がこう出てきます。今チェックをつけましたのでチェックマーク1持って選んで、もう一度クイックチェックに入ります。今度は1番だけがセレクトされて、今の場合2、4、6枚ありますけど、この中から絞り込んで2番をつけていきたいと思います。1枚目、これを2番に変えます。で1枚送って、これで2番選択されましたので、同じように戻るマークに戻ります。そうすると今チェックマークが1になっているので、1だけが出てきましたけども、これをチェックマークにをクリックします。すると今選んだ2が出てきました。このようにして、多数の写真の中から自分が気に入ったものを選択することができます。